さあタイガーマスク、これより開幕戦に登場、三沢光晴君、結婚おめでとう。タイガーマスク中野真一組、今夜の相手はザ・ロックンロールエクスプレスであります。春らんまんの日本列島、爽やかな風に乗りましてスーパーパワーシリーズが開幕。セミファイナルはアメリカの顔にいっぱい、噂のロックンロール野郎ギブソン・モートンのザ・ロックンロールエクスプレス来日第一戦、受けて立つのはタイガーマスクと中野真一。さあタイガーマスク、黄金のスーパーヒーロータイガーマスクは去る5月の10日、女優の椎名智美さん、本名阿部真由美さんと結婚式を挙げました。美人で素敵なお嫁さんを獲得したタイガーマスク、バラ色の25歳トラ選手ということになりますけれども、甘い新婚生活はお預けてあります。厳しいシリーズに新生タイガーマスクとして登場です。さあ来日初戦、どういうレスリングを展開してくれますか。ザ・ロックンロールエクスプレス、試合に先立ちまして日本テレビ並びにスポンサーから豪華な花束が贈られました。ロックンロールエクスプレス、215ポンドリック・モートン、まずリック・モートン、テネシー出身狂乱のロック野郎リック・モートン、ロックの貴公子と言われております。高度なテクニックでロックンロールをナックアウトするか中野。晴れて三沢光晴を表明、しかしファンの夢を満たすためにタイガーマスクを名乗ります。タイガーマスクであります。45分の一本勝負、さあ話題いっぱいの好カード、ロックンロールエクスプレスの初来日、そしてタイガーマスクの結婚と、山さん、このカード、何かこう、ウキウキしてきますね。そうですね、まあ、ロックンロールエクスプレスというのはね、日本のヤングのプロレスファンにとっては、大変に待ちに待った選手たちですからね、そうなんですよね、本当にこう期待通りのものを見せてほしいと思いますね。ご覧いただければもうお分かりと思いますが、ファッション、それからルックス、そしてミュージック、まさにアメリカの風がリング上を支配してまいります。ギブソン・モートン、注目は誰から出るか。リック・モートンから出た。リック・モートンが先兵、そしてタイガーマスクだ。さあ結婚したばかり、まさに新婚ほやほやのタイガーマスクということになりますけれども、ジャイアント馬場さんご夫妻の媒酌で5月の10日、東京赤坂山王の比叡神社で結婚式を挙げました。素顔の三沢君ということになります。本当に嬉しそうでした。オナコードの馬場さん、おめでとうございました。結婚にあたりましてどうですか、愛弟子タイガーにはどんな言葉をかけられました。いや別にどうってことないでしょ。どうってことないですか。本人はもう非常に喜んでましたけどね。しかしまあレスラーには山田さん、ハネムーンはないですね。そうですね。もうすぐ試合、まあ大変な毎日が続くわけですね。そうですね。まあこのタイガーマスク、まあ、結婚を機に3年9ヶ月にわたって着用したマスクをまあ脱ぐことになりましたけれども、戦う時にはご覧のようにマスクをつけます。さあ今度はロックンロールエクスプレスご紹介してまいりましょう。リック・モートンから今度はロバート・ギブソンにタッチが行われました。ロバート・ギブソンがチームリーダーであります。おっと速いタッチプレーだ。この速いタッチプレーも特色ですね、山田さんね。そうです、速い動きと、もちろんタッグチームとしてですね、非常に洗練されたテクニックを持っているわけですね。リック・モートンの方が身長ではやや低いですか。180センチ、100キロ、ロバート・ギブソン183、102キロですね。そうですね。さあ何しろ NWA の世界タッグ、去年の9月までタイトルを守っておりました。実力的にも十分なものを持っています。さあリック・モートンとタイガーマスク、これは興味津々の対決。リック・モートンがボディスラムだ。そしてタイガーマスクを叩き起こしてリングの中央、またロバート・ギブソンにつなぎます。本当にスピード感覚あふれるロックンロールエクスプレス、まさに特急便。さあ足を取ったぞタイガーも、円髄、ロバート・ギブソン右の円髄、もう的確に円髄を捉えました。キック力はどう見ました、山田さん。まあ今一発だけですが、まあ狙い通り正確に当たってましたね。そうですか。ダメージの方はこれはちょっとわかりません。今のよく決まりましたよ。よく決まりましたね。バシッと決まってますね。これはロバート・ギブソンです。ロバート・ギブソンのキックはそうしますと要注意ということになります。さあタイガーマスク一旦引っ込みまして、今度は中野真一であります。まあアメリカでは山さん、このロックンロールエクスプレスのファンというのは、いわゆるこの超熱狂型のファン層がたくさんいるようでありまして、彼らと同じこのバンダナをつけて、同じ T シャツを着て、試合のリズムに乗りまくって、そして楽しむんだそうですね。ですから、やはり新しいタイプのレスラー、しかも単に服装だけじゃなくて、はい、非常に試合の中身もいいということなんでしょうね。超小型カメラの映像であります。馬場さん、このロックンロールエクスプレス、まだ第一戦ですけれども、日本のファンのハートをどうでしょうか、掴むことできますかね。そうですね、それはまあ難しいと思いますね。ですから彼はね、やっぱりアメリカでね、超人気のあるチームでしたからね、そういうことはもう頭の中にありますからね、彼らのプライドでしょうから、この映像は天井カメラです、どうも失礼しました、おいおい彼らの持ち味も出て、日本のファンの皆さんに分かってもらえると思うんですよね。そうですね、そうですね。馬場さん、2週間の滞在なんですけれども、日本チームはどんなチームと今後、戦わせていくおつもりですか。彼ら、やっぱりね、我々もよくは知りませんからね。彼らに、やっぱり体重がありませんのでね、どうしても、冬木、川田、井上、寺西、淵、これらがやっぱり挑戦していくと思いますけどね。そうですね、そうですね。今日は2階席からそのフットルース軍団、アジアタッグチャンピオンの川田冬木がもう熱心にこの、ザ・ロックンロールエクスプレスの試合を見つめています。このアジアタッグ王者の川田冬樹がやる気満々でしたね、山田さんね。そうですね、非常に相手としてはね、興味のある組み合わせだと思いますね。本当のロックンロールエクスプレスの実力を知る意味で、馬場さん、お尋ねしますが、有言法、あるいは五輪コンビとの対決はないんでしょうか。いや、それはいずれあると思いますけどもね。来日、初めての来日ですからね、これでこの龍玄鵬、あるいは五輪コンビと対決して、どの程度の実力か、このあたりも私たちは見たいですね、山田さんね。そうですね、ただね、今日の相手をしているチーム、タイガーマスク、中野組というのはね、非常に格好の相手だと思いますね。さあ、今度はタイガーマスクと中野真一チームが攻めてまいりました。非常にスピードのレスリング、まさにロックンロール特急便エクスプレスという、チーム名でありますが、スピードという点では山田さん、どう感じてます？ですから、一人一人の動きももちろんなんですが、やはりチームとしてバランスが取れているという感じじゃないでしょうかね。さあ、タイガーマスクの登場であります。相手はロバート・ギブソン、フライングボディアタックでギブソンを潰します。さあ、攻勢に出てまいりました。タイガーマスク、結婚して初めての試合ということになります。馬場さん、タイガーマスクの結婚のお祝いに何かビッグな企画はないでしょうか。このシリーズはね、ありませんね。そうですか。次期シリーズが楽しみということになりますかね。レスラーには、特にこのレスラーの奥さんにとりましては、寂しいことなんですけれども、結婚したばかりですけれども、ハネムーンはお預けということになります。このハードなシリーズに突入して、特にロード地方巡業に出ますと、別れて暮らさなければならないわけですけれども、これはもう山田さん、あれですか、レスラーの奥さんの宿命ですかね。そうですね、やはり戦う男ですから、東京にばかりいるわけにはいかないんで、だからもう本当にアメリカだったら全米を歩かなきゃなりません、本当に世界をね、股にかけて、いうこともありますから。そうでしょうね。タイガーマスクの奥さん、おっと、カウント3か、いかないですね、中野が外しました、ロバート・ギブソンの攻撃であります。今はダブルの攻撃を見せましたね。さあ、この非常に速いという印象を私たちは持っているわけですけれども。それほどでもないと言いますか、両選手が早いんですよ。ですけども、やっぱりみんなね、様子見ですよね。そうですか。初めて対戦するんですからね、何をやるかわからない、そういう意味ではもう様子見です。なるほど、わかりました。さあ、今度はロバート・ギブソンとリック・モートン、何でもかんでもダブルで攻撃するということも伝えられておりますけれども、しかし一人一人もなかなか個性的な選手であります。今度はリック・モートン、ギロチンドロップを落としてまいりました。力強い攻撃であります。打つところがいいですね。これが天井カメラです。さあ、相手のコーナーに持っていきます。ロバート・ギブソンが足をすくって、さあ、足をすくっての首固め、ロバート・ギブソンです。もう今日の開幕、これが小型カメラ。今日の開幕戦、土浦のお客様も熱心にリック・モートン、ロバート・ギブソンの動きをじーっと見つめています。何しろ待ちに待ったこの若手レスラーの騎士と言われております、ザ・ロックンロールエクスプレス。さあ、今度は中野の攻める番だ。中野をうまく捉えて、さあ、コーナーを自分で守ります、ロバート・ギブソン。さあ、ものすごい勢いで突進してまいりました。ビッグモートンに一旦タッチが行われました。そろそろ得意のダブルの攻撃が出てくるのかどうか。ビッグモートンであります。ビッグモートンは 180cm の 100kg であります。さあリングの中央でいいポジションを取りました。中野を押しまくります。そしてビッグモートンがおっと今度は中野。さあ今度は回転エビ固め、赤のコーナーに連れてまいりました。これは中野とタイガーマスクのコーナーだ。さあここでタイガーマスクの登場であります。相手はビッグモートン、その特徴あるテクニックという面では山さん何か今までのところ感じてますか？いや、はい、割と万能タイプだなという印象ですね。いろんな技を出しますよね。なるほど。何でもできるし、動きもねだんだんじわーっとスピードが出てきましたよね。はい、さあ超ヘビー級戦士、さあ飛び込んでいくかどうか。タイガーマスクは張り切っている。もう一回変幻自在の攻撃を見せるビッグモートン、びっくりの表情。さあチャンスだ。タイガーマスクいいところを見せてほしいと思います。相手は超人気チームザ・ロックンロールエクスプレスだ。さあ腰に乗せました。今度は首を取っていきます。ロバート・ギブソンにタッチ。そろそろエンジン全開でいよいよエクスプレスとキュービンファイトを見せてくれるのか。ロバート・ギブソンにつなぎました。またタッチが速くなってまいりました。エルボーを落としていきます。超ヘビー級のレスラーではありませんので、一つ一つのパワーという点では欠けるものがあると思いますけれども、そこをこのダブルで補っている、そういう感覚であります。今度は再び、ビッグモートンにタッチが行われました。タッチワークがね、だんだんスピードアップしてますね。そうですね。ビッグモートンが年上で32歳、父親は元レスラーのポール・モートンというふうに、書いてありますね。そうですね。レスリング一家に育ちましたこのビッグモートン。一方、ギブソンの方は、アマレス、それからフットボールの選手からプロレス入り、こういうことであります。さあギブソンとタイガーマスク、相手もなかなかやるなという表情はっきりと見せました。ロバート・ギブソンチームリーダー、ちょっと密談であります。やはりね、タイガーマスクがかなり大型で、しかもああいう動きができるというのを目の前で見せられると、やはりちょっと考えてますよね。なるほど、そうですね。さあ中野の攻撃、ビッグモートンをどういうふうに料理していくか。さあパワースラム豪快に決めた。さあカバーだ、ビッグモートンを外します。そっと今度はボディにパンチ。勝負は今10分が経過いたしました。初来日初出場のこのザ・ロックンロールエクスプレス、これがダブルの攻撃、いいタイミング。ロバート・ギブソンが中野真一を捉えた。タイガーマスク間に合いました。さあザ・ロックンロールエクスプレス、さあ10分が経過したところで馬場さん、実力はどういうふうに見ましたか？ロックンロールエクスプレス、もうね、僕は彼の試合をよく見てるんですけどもね、こういう2人の攻撃がね、素晴らしいんですよね。ダブルの攻撃で中野を捉えました。やはりザ・ロックンロールエクスプレス、ビッグモートン、ロバート・ギブソンのこのあうんの呼吸、これが一番の宝でありましょうか。毎日第一戦を飾りましたビッグモートン、ロバート・ギブソン、この実力もさることながら、何とにしてもリング上が華やかになって、怒りのアメリカという雰囲気が伝わってくる、これがいいですね。そうですね、とってもおしゃれっていう感じですね。はい、そうですね、来日第一戦を飾りましたビッグモートン、ロバート・ギブソン、このシリーズどういうふうに展開していくか分かりませんけれども、アジアタッグ王者チーム、日本のザ・ロックンロールエクスプレスを自任するフットルース川田冬木組との対決が非常に楽しみであります。前線むなしく第1戦を失いましたタイガーマスク中野真一チーム、タイガーマスク選手結婚して初めての勝負でありましたけれども、男らしく戦ってまいりました。奥さんの阿部真由美さん、どうぞご安心ください。さあ今の勝負は10分42秒、最後はロックンロールエクスプレスビッグモートン、ロバート・ギブソンチームが中野タイガーチームを打ち破りました。